あなたの心にいるハート。で、何ですか急に呼び出して。彼女だったらの手であるシチュエーションを演じてください。お、あのさ、お誕生日動画のシチュエーションパートみたいなやつね。あのファンボックスの。あー、はい、はいはいはい。なるほどですね。いや、こういうのはね、イルハートもう超得意の得意なんでね、任せてくださいよ。これからね、皆さんに悶絶するぐらい可愛いイルハートを見せてあげましょう。はい、それでは早速、イルハートが彼女だったらの手で演じてみたいと思います。大好き。今日もいい天気だな。ほら、起きて、朝だよ。今日はお仕事でしょ。おーい、起きて、起きてってば。完全に起きる気ないな、これは。あと10秒で起きないと、君の布団めがけて、イルハートドロップが炸裂しまーす。10、9、8、7、6、5、4、おはよう。すっごい眠そうだね。ほら、よいしょっと。こうやって日の光を浴びて目を覚ますのです。おりゃん。そうだ、帰ってきたら美味しいものでも食べに行こうよ。肉とかさ。うん、それじゃあ今日も一日頑張ろう。はい、これお弁当。それじゃあいってらっしゃい。今日も頑張ってね。疲れた。イルハートは朝からお弁当など作れない。あ、新曲の話して、そうあのですね、皆様、新曲のリリースの準備無事進んでおりますからね。あのね、あの今までのね、イルハートとはまた違うね、あのとってもいい曲なので、みんなに聴いてもらいたいな、早くと思います。あのまだね、正式には決まってないんだけど、4月頃リリースができる予定となっております。これからね、どんどんあの情報をね、公開していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。それではまたね、バイバイ。